トラックでは高校男子 400m 競走の決勝になります。日本高校記録は45秒89、大会記録は49秒74であります。400m はタイムレース2組あります。その第1組、辻田選手を申し上げます。第3年渡辺君、山口県工場高校。第4年坂東君、誠英高校。第5年樋口君、西京高校。第6年森本君、高水高校。第7年北野君、宇部工場高校。第8年西村君、朝高校。以上の6名の出場で行います。スクリーンをご覧ください。速報です。結果確定です。3レース第1組。1着、坂東君、誠英高校、50秒32。2着、渡辺君、山口県工場高校、50秒77。3着、樋口君、西京高校、51秒16。以下スクリーンをご覧ください。